休憩と換気を挟みまして、あのご時世をね、鑑みまして、皆さんあのマスクとあの一人だけあのマスクしてないのは、あのみんながマスクしてるから大丈夫ということでマスクしてないんですよね、カメレオールさん。いや、あのカメレオールはあのウイルスより強いんで。なるほど素晴らしい。あのちょっと瞬間にこの辺でぶっ殺しますもん。なるほど、その期間が私にも欲しいところでございますかさあ、そんなところで、まあ、第2部の方に参りたいと思いますが、第2部では、半魚人のデザインや見た目、そういうお話について伺っていくんですけれども、まずあの半魚人自体の、はい、デザイナーというのは女性なんですね。はい、そうですね。この方、元ディズニーのアニメーターですが、はい、50年代頭から、はい、いろんな怪物をずっと三浦さんのためにデザインしてきた人なんですよ。例えばそれは外宇宙からやってきた「It came from outer space」っていうような映画があって「It came from outer space」っていうのがありまして、はい、その中の宇宙人デザインしたり、宇宙人、はいはい、あとあの50この後ですけど55年には、はい、宇宙水爆船という宇宙水爆船作品で、はいはい、メタルガン・ニュータンという曲のミンソンでかいやつが出てきた、ね、はいはいはい、あその他モグラ人間とかですね。モグラ人間宇宙人、ニュータンとモグラ人間奇抜ですね。あの海に地中に宇宙にっていうすごいもうありとあらゆる怪物をデザインされてる方なんですね。しかも完成度が高いので、すごい素晴らしい、うん、そんな方がデザインしたいということで、これぬいぐるみはですね、はい、あのその三浦さんのチームがですね、はいはいはい、全部かかったわけですけどもやったわけですけども、はいはい、ですね、これ、まあ、デザイン通り仕上げて、はい、中に人を入れるわけです。まあ、そうですね。陸上の半魚人とですね、水中の半魚人、実はこれ人が違うんですよ。あ、中の人も違うんですか。中の人は違うんですよ。これだから人間を2つ作らなきゃいけない。はい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 、で陸上の方は、はい、身の丈2メートルぐらいある。でっか、バスケット選手。そうそうそう、バスケット選手ぐらい。ベン・ジャックマンという、はいはい、ベン・ジャックマンさん。人が入るんですけど、はい、で回転の水中の方もあるんです、はいはい、ニコール・ブローニングという、はい、でこの人大体最初は全然それが関係なくてですね、うんうん、ニバスの、スタッフを、はい、フルダで土下地に案内する役だったんです。あ、そう、案内役だったんですか。案内役だったんです。で実際潜ってみた時に、うんうん、君いいからやってみようって言われてよく潜れる肺活量をお持ちだったんですね。うん、で、あの、もともとは、なんですから、あの、海兵隊員でしたから。あ、海兵隊員さん。4分素潜り。4分?4分上手じゃできないんですよ。4分オリンピック行ったテレビですね。そういう人なんです。へぇ。ちょっと今、にぎわしてたんですけど、はいはい、この半魚人、あの、企画が決まって、半魚人というのをデザインしなきゃいけないんだ、うんうん、になった時に、メイキャップの方に、メイキャップさん、はい、あれが、プロデューサーが出した発注というのが、はい、アカデミー賞のオスカー像にヒレがついたやつという発注したの。アカデミー賞のオスカー像にヒレがついて、ヒレがついたやつっていう発注をしたらしいです。あ、なんか想像しやすいようでしにくいですね。なんでかというと、実はあれこれすごく肩幅があって、胸が広いでしょ。なるほど。あの半魚人というのは絶対にあの肺活量が大きいはずだから。で、あの最初あの誰が入るかでっていうんで あれやったんですけど、あのオーディションがあったんですけど、はいはい、でターザン役のジョニー・ワイズ・ミューラーっていうそういう有名なターザン俳優なんですけど、ジョニー・ワイズ・ミューラーも入ってたらしいですよ。でそれを全部蹴落としてこの、ベンチャークマンに決まったわけですけど、はい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 、であのまあ、そのイコ・クローニングが歌案内して、うんまあ、その抜擢されて、はい、やったんですけども、はい、2作目になってですね、うんはい、あのベンチャックマンが降りちゃって、あ、そうなんですか。で海底も水中もその、地上も両方ともリコールームやったんです、うん、水陸両用になるわけです。そうです。ところが、はい、リコールームって実は背が低いんです。え、何センチぐらいなんですか。
やなぜ違うちょっと今わかんないんですけど、まあ、見た感じ小さい感じがするんですよ ね、 そうですね。陸上の人が2メートルでしょ。そう、それだったらね、それ以下は全部ちっちゃく見える、まあ、大抵の人小さいですよね。ところがね、あのこれ、続編のあのパニックになるシーンがあって、はいはいはい、ファミリーが、まあ、群衆をかけるシーンがあるんですけど、はいはいはい、そこで見ると背の高さがちゃんと分かるっていうね。結構惨めだったというね、群衆と比べちゃうみたいな、ね、話がありますね。これ先生あれですね、ベンチャップマンってあの後々あれですね、ダブルセブンとかやってるんですね。水中シーンの監督とされてるんですね。いや、それリック・ブローニング。ああ、そうなんですね。リック・ブローニングはレーザータイタニックとか、はいはい、あのいろんなその、そういう水中もんの映画のですね、うん、水中監督なんかを監督やって、でただ一番有名なのは、うんうん、あの、60年代に、テレビで、うん、万博フリッパーっていうのが、万博フリッパー、あのイルカを愛した、はい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 、そのシリーズを作ったのがこの人なんです。へえ、そうなんですね。非常にその自ら離れられない人なんです。水に大変縁深い、水から縁をもらってすごいいろんなところに広がったんですね。そうです。なるほど。海兵隊からね、アンギョジンからプロデューサー。そうです。すごい進化です。簡単にはそういうちょっとあれじゃない、斜めどっちかこう進化した感じですね。そうですね。ストレートラインじゃないですか。不思議な方が入ってたアンギョジンということで。なるほど。他にも何か見た目だったりとか造形の話、ね、これ先生あれですよね、これ完全に着ぐるみをあのいわゆるユニバーサルの、うん、今でいうクラシックモンスターシリーズって基本メイキャップじゃないですか、あの昔のやつって。そうですね、これ完全に、まあ、いわゆるスーツを作るっていうふうに変わっていくのはここぐらいからですか。そうですね、というよりもむしろこれがすごかったっていう。あ、ここがですよね、これが元祖ですよね、うん、あとは例えばフランケンにしてもドラキュラにしても、うん、まあ、服やってますからね。ですね。あと、狼男は、ただのケムクジャラのおっさんですしね。そうですね、うん。特殊メイクの時代から、着ぐるみの時代になった。そう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 。ただ、もう、それ、これ以降も、はい、全身着ぐるみでこれぐらいの精度のあるものってなかったんですけど、ね。そうなんですね。うん、いや、この元祖にしても頂点みたいなのがあるんですね。そういうことですね。なんかゴジラみたいな。確かに。そんな話を聞かせていただいたんですけど、他にもどうしても話したい見た目のお話ございますか。見た目というよりね、はいはい、あの、このプロデューサー、このプロデューサーというのは、はい、あの、もともと30年代にあのマキリシアター、マキリ劇場という、はいはい、劇団に入ってまして、はいはい、オソムルズで名優ですけど、オソムルズが、はい、持ってた劇団なんですけど、はいはい、その劇団でですね、南米人の、うん、スタッフからカメラマンからですね、はい、水の中に包む人間の話を聞くんですよ。え、あ、それで伝説があったっていう、そういう伝説があったっていう話をお伺いして、そ, うで、うん、それから以降50年代になってですね、うんうん、あの、いろんなところ聞くとね、戦後はね、いろんな未開の秘境へ冒険に行くのが流行したんですね。でプロスカラクロンとかですね、いろんなこと言ったわけですよ、うんうん、で、秘境ブームになったから、それに便乗しようってことでアマゾンと。あ、そうなんですね。でじゃあその最初はブラックラグーンだけだったんですよ、題名が。クリーンじゃなかったんです。そうなんですか。最初はブラックラグーンだけで、もう完全に巻き物のあの、あ、ね、映画の企画だったんです。それがあの川口義さん携帯ですよ。ウルトラ級からウルトラの取ってウルトラマンをメインに持ってきたみたいな。ああ、ね、はい、うん、でまああの、だからこれがその水の中に住む人間という設定にしてですね、はいはい、で人間の進化の最初から語り始めるわけですよね、映画では最初は、うん、はいはい、あの地上に上がった生物と海底にいた生物、うんうん、海底にいた生物が進化しないのは絶対におかしいって言い出すわけ、うんうん、でそれはこういうふうに進化していく、こういうふうに半巨人として進化してるよっていう、そう、そういうことに言い始めます。なるほど。そっから映画始まるんですね。ギルマンは知能はあるんですか。知性的、知性は、知性はあります。
あのだから黒いに入ってたらイタゴっていうあの船がですね、はいはい、あの怒ってとにかく逃がさないということで、うん、入江の入り口にですね、うん、木の柵というか木あの倒木を全部集めて出られないようにしたんですよ。彼はなんで怒っちゃうのですか、それは勝手に入ってきたから、だからあのその K っていう女性の科学者に、うん、恋するんだけど、恋をしちゃったんですね。それをだからで、黒い家自体を忘れるのも嫌だったんだよね、うんうん、で逃がさないようにする。そう、なるほど。みんな見逃しにするんだっていうことね。恋した女性を逃がさないために周りを見逃しにするちょっとやばいですね。バイオレンスでもそのためにあのこう木を積んであるわけですね、逃がさないね。姿勢がちょっと違う方向に動いてる。そうですね、法を作らないとそういうことになるんだなというのがすごくよくわかりますねただこの加入員の運命に、はい、非常に同一した女性がいるんですよね。え、有名な女性ですよね。はいはい、マリリン・モンロー。マリリン・モンロー、あのセクシーモンのマリリン・モンロー。このマリリン・モンローが、お熱いのお好き、はいはい、映画の中で、はいはい、実はそのこれを見るシーンがあるんですよ。あ、そうなんですか。あの番組を映画館で見て、見て、はいはい、で男の二人で出てくるんですけど、はいはい、その時にあの、その男女別愛が欲しかっただけだみたいなことを言うわけです、ね。ああ、マリリン・モンローは理解者なんですね、俳優さん。理解者ですね。これちょっと愛が欲しかっただけなんですね。演出はね。あ、本当だ。なんて書いてます？これね、はい、同情的なセリフが来てるっていうの。あ、新井さん、ちょっとそこの部分だけ読んで、読んで、読んでいただいて。どこですか？うん、55年作品、7年目の浮気で、トム・イーウェイとマリリン・モンローが出てきた映画館では、はい、ダイヤモンドの半魚人も上映中だった、うん、ギルマンに同情的なモンローのセリフが聞けるということで、うん、あのそのギルマンに同情的なモンローのセリフが、半魚人は愛が欲しかっただけなのよということですね。あら、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 モンローはですね、こちらの怪物園を、購入してみていただくということで、宣伝を挟んでいきます。やるやん。ありがとうございます。ちょっとずつ鍛えております。打ってあげたの。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、今さっきカメロールさん言ってましたけど、ここのポスターのキャッチもですね、はい、魔の水底に生息する不気味な怪物半魚人、今激怒を込めて男を殺しラジオに迫るって書いて、何に怒ったんだって、ね、そう、いいツッコミですよ。いきなり怒ったんですよ。いきなり怒った。昔のキャッチコピーでなかなか面白い。面白くてさっきちょうどこれ目に入ってすごいキャッチだなこれと思って。本当だ。うん、その隣のキャッチなんでしょう。血も通る恐怖の連続、数万年の命を保つ怪物半魚人の怒り。かっこいいね。かっこいい。こっちはまだかっこいい感じが。数万年生きてるっていう説なんですね。あ、さっきのデモン期からっていう。はい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 、はい。ってことは、種族としてはもっとたくさんいたってことなんです。実はそうなんですね。彼一人じゃなかった。はい。そのうちの一人がピックアップされたのが、その映画っていうことなんですね。なるほど。きっと。え、じゃあ彼はどうなっちゃうんですか、最終的には。最初のギルマン。最初のギルマン。だから最初のギルマン。女性をさらうんですよ。さらって逃げるんですけど、はいはいはい、その時に逃げた後で、銃で撃たれて、ほとんどボロボロになって、で、あの洞窟でやられるんだけど、その後洞窟から出て、うんうん、黒い家にそのよろよろと黒い家に逃げていくんですよ。で、あの、みんなが追いかけようとするんだけど、オーナーっつって制止されて、で、あの、ギルマンが水の中に入ったらもう動かない、スーッと進んでいく。あ、そのもう追わなくていいって言ったのは、その主人公、主人公のことなんですね。へえ、もうまだ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 、なるほど。話し最後ですね。話し最後なんですね。で、あの、この犯人の逆襲の方、これ2作目ですか。これあの、1作目ありきの話なんですよ。はいはいはい。で、1作目でそういうことがあったから、はい、犯人捕まえようと。あ、なるほど。いうので、そういう連中が甘くないんだ、入ってくるんです。なるほど。クルーに入って、はいはい、でダイナマイト使って、え、ダイナマイト、うん、出た
って山のやつがあって、で海にプカッと浮いてくるんですね。ダイナマイトを水の中に放り投げて、それたらなんかの漁法と同じやり方ですよ。ダイナマイト漁法ですよね。なんとなく切なくなりますね。浮いてくるって浮いてくるんですよ。たまらんだ。たまらんだ。だから半魚人の逆襲なんだ。それは逆襲されるよね。当たり前ですよ。自分家にね、ダイナマイト投げ込まれたもんね。それで帰るわけですよ。はいはいはい。フロリダの、海洋生物研究所、北の水族館があるんですけど、はいはい、そこで収容されて、そこでその、いろいろ研究をされるんだけれども、はいはい、ある日逃げ出すんですよ。基本パターンですね。どっか連れて行ったって逃げ出すっていう。そうそう、逃げ出すから基本パターンですよ。それで、あの、まあ、女性を狙って、はい、また女性、そうっす、なるほど。で、周りを殺しまくって、また虐殺、ね、なるほど。で最後その女を連れて水の中に逃げようとするところをですね、うまい具合に計略で女が引き離されて本人を食べるんです。なんか切ない最後が多いんですよ。多いんですよ。ちなみにこれあの女性をねなんかあのさらうじゃないですか、はい、水の中に逃げるんですか。水の中に逃げるんですね。女性死にますよね。そうですよね。あのね、それは大丈夫だったんですよ。最初のあの間でも、大学の何人の人でも、はい、あの船の上から女の子をさらって逃げるんですよ。水の中に。水の中にバタバタって逃げるわけですけど、はい、でちゃんと水中洞窟みたいなところに入ってですね、それは無事だった。あ、なるほど。水中洞窟でちゃんと酸素があるところで。一応知性がある、やっぱりちゃんと。さすが。さすがなのかどうかちょっと見といて。え、なんかあの知性に感動しました。知性に感動。はい。なんかこう聞けば聞くほどあのギレルモ・デルトロの成功方法って、ああですです、もちろん自分の歌はそうです。あのデルトロ自身この映画大好きなんですよ。であの、とにかくギルマンが大好きで、映画テレビのキャラクターが好きなんですね。彼は、はいはいはい、ハグンというで、そのキャラクターでなんとかそのいいラッスンでいきたいなっていうので彼はあれですよ、成功方法。あのアバターのハグンについては、はい、リメイクの話ずいぶんあったんですよ。そうなんですか。いくつもリメイクの話があって、はい、実はあのある70年代80年代が、一つあのニューラスでリメイクの話が浮上して、でそれやるよっていうことになったんだけど、対抗する企画があったんですね。でニューラスとしてはその対抗する企画の方を選んじゃったわけ。で何対抗する企画は何かというと上手 3D。 上手 3D か。今もう誰も何も言わない上手 3D。 まあそんなこともありましたね、という感じで。そう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 。本当に先生、このダイアナゾンの半魚人も、あの当時の技術で 3D も使ったんですね。赤白ですからね。うん、赤 3D ですね。はい、あのアナグリフ公式ですね。そういう名前なんですね。それが 3D。あの昔の赤のセロハンと青のセロハンって 3D にするやつがあるじゃないですか、はいはい、あれの木さんに撮られてたんです。だから今出てる DVD は、はい、ブルーレイか、はいはい、ブルーレイ、立体のブルーレイが出てますから、え、じゃあ赤と青のやつを見ると、赤と青じゃないと思った。え、変更クラスかなんだ。あ、とちゃんと立体に見える、ここで、ね、一定の年齢層が分かるんですよ。赤と青のセロハンがって言って分かる人と分かんない人。え、ギリ分かりますよ。あ、楽しい幼稚園とかについてきました。はいはい、ブログで、ね、ブログでついてきました。ああ、すごい。それより今8歳だけど、まあ、分かる。なるほど。あの、軸がちょっと違うでしょ。年齢の。なるほど。はい、すみません。いえいえ、ありがとうございます。そういうわけで。なんか聞いたところによると、こう見た目の話ではちょっとなくなっちゃうんですけど、今作品のいろんな話聞いたんですけど、なんか映画以外にも小説版だったりとかもあれだったりとか。小説、まずはね、はいはい、イギリスで出てたんですよ。あ、小説がですか。それから、だいぶ経ってからですかね、70年代ですかね、はいはいはい、アメリカでも出たんです。ただしそれはおそらくイギリス版の僕読んでないんで知らないんですけど、はい、アメリカの方はさっき言った3メートルって巨大なあの半魚コングが出てくる。半魚コング、あ、なるほど。じゃあ巨大な
そうね、キング的なハンギョが、もうだからこのハンバーガーのハンギョとほとんどストーリー的には何の関係もないだろうというような、なるほど、ハンギョジを模したでかい何かみたいな感じのお話だったんですね。そうですね、小説と映画がメインでハンギョジもあるっていう、ね、それから、最近ですけれども、はいはい、アメリカのユニバーサルスタジオで、はい、ミュージカルがありましたね。え、ミュージカル、え、あの、え、初めて聞きました。ハンギョジのミュージカルで知ってた。歌って踊る感じです。歌えるんですか、陸上で。やりますよ。やりますよ。あれだよね、腹式呼吸じゃなくてエラ呼吸で歌うっていう、新しいパターン。マイク持ってる、マイク持ってる。あのマイクちゃんと見たい方はこちらの、こちらのですね、開口前ボリューム2の買っていただいて。何ページですか。こちらですね、ページ数書いてないんですけど、後ろから3ページ目ぐらいです。後ろから3ページ目、はい、すごい。あ、ちゃんと宙吊りで浮いてる。あ、だから劇場をですね、回転に立てて、はいはいはい、つまり話してもらって、はいはいはい、ダイバーは全部宙で浮いてる。青いライトの中で、ハンギョジンと女性が浮いてます、うん、なるほど、はい、だからこれピーターパンも同じなぐらい、はいはい、飛ぶんですね。ピーターパンと同じぐらいの勢いでハンギョジン飛ぶのはちょっと嫌だね。何かちょっと違う世界です。でもちょっと見たい。あ、確かに。目光ってる、しかも。これね、期間限定だったんだよ。本当に。再演とかしないんですか。見たかったんだけど、期間限定。今ね、やっちゃえばいい。ね。いや、ぜひ再演していただくように、思いが届くように念じておきます。というわけで、これちなみに先生あれじゃない、デザインのマスルート。お、この造形よくこれ。僕らたちいろんな人がいるんですけど、これ当時に作った人もこの曲線の顔とかすっごい美しいですよね、これ、うん、これやっぱりその女性の方の材料もあるんでしょうけど、なるほど、そうですね、うん、なんだろうな、これなんかもそうなんですけど、ほら、この滑らかなところの感じとかも、うん、なんかあれだね、全く違和感がない、ね、なんかちゃんとまぶたみたいな、うん、まあ、まぶたではないんですけど、なんか人間で例えるとまぶたの感じが、すごく上の目の感じとその魚の口の感じをちゃんと残してるし、うんうん、デザインのセンスは本当にすごいなと思うんですよね。それだから福島先生が持ってたんだよね、うん、女性がね、水にこうやって、はい、さすが怪人を、数多くの怪人を生み出しただけありますね、はい、そうですね、素晴らしいです、さあというところで、今回、今のターンダイニングでは、造形だったりのお話をさせていただきましたので、また一回休憩を挟みまして第3部の方に移りたいと思います。ありがとうございました。小休憩。